これじゃ通れないわね。別の道を探すしかなさそう。そうだ、線路の上を歩いて、この状況じゃ電車は走ってないでしょうし。ここも塞がってる。思い切り押したらもう少し強く押せ。そうね、あと2人誰かに手伝ってもらえれば。ジェミ、そんなに泣かないで。新しいのまた買ってやるから。やだやだ、母ちゃんじゃなきゃ。やどうかなさったんですか。娘が大切にしているぬいぐるみを潰れた家の中に取りに行く。このままだと目を離す。心配でこちらも迂闊に休めないんです。お子さんがかわいそうだし。本当ですか。申し訳ありませんが。でも正面からは入れそうにないし、どうすればいいんでしょう。
そこの人、親父を助け出すのを手伝ってくれないか。昨日の夕方の余震で突然お店が大きな怪我はしていないようなんですが。おじいちゃん。それは大変。助かるよ。とは言ってもこれからどうすれば。正面からは入れそうにないし。お前、前に会ったやつだよな。わしだ、熊沢だ。あら、あなた、方が…ところでお前たち、バールを持ってな。あの金庫をここまで運んできたのはいいんだが、鍵を開けても扉…大事なものが入っているから、なんとか取り出し…どこかでバールを見つけたら持ってきてくれ。
それでは皆さん、手助けお願いします。トモヤ、無事でいてね。